の中で一番好きな食べ物は焼肉です。小暮エマです。世の中で一番好きな食べ物はもみじこです。新谷涼子です。もみじこって何？たらこです。地元の方言なんですけど、たらこ生の赤いやつ、プチプチ。たらこのことをもみじこって言うんだ。美味しいんですよ。最高です。焼いちゃダメなんだ。ダメです。なるほど。そんなこんなで始まりました今週も。今回もですね、ゲームやアニメにまつわるさまざまな情報をお届けしたいと思います。ですね、今日ご紹介するのはとっておきの情報ですって書いてありますね。お楽しみにしててください。というわけでこれからの30分、私たちと一緒に楽しく過ごしてくださいね。それでは行きましょう。せーの、ゲーマーズエクスプレス。いろんな、すごいたくさんいろんなの出てる。かわいい。ここにもね、いるの。わーい。うちこに、うりゃ、うりゃ。うちこパンジー。かわいい。はい。なんかグッズがたくさんありますけど。はい。今日はどんな？今日は私小暮エマが情報をお届けしたいと思います。ご覧いただいても分かるように、今回は真田さんにとっても関係の深い情報です。はい。はい。今日はデジキャラットについて情報をお届けしたいと思います。というわけで今日のゲストは真田あさみさんです。よろしくお願いします。ちょっと待て。私がゲストなの。はい。デジキャラットについていろいろ聞かせていただきたいと思います。はい。頑張ります。よろしくお願いします。ですね、デジキャラットというものはですね。はい。アニメやゲームグッズの専門店でゲーマーズというお店があるんですけれども、そちらのマスコットキャラクターとして最初登場したんですね。で、本当に最初はそのグッズとかが最初だったんですけど、どん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 今やなんかアニメになったりゲームになったり、CD 出しちゃったりという。なんだかとっても大きなイベントもやっちゃってみたいな。そうです。はい。他にはどのようなキャラクターが？他にはですね、ここにもぬいぐるみがいますけれども、プチコ。ね、これ妹分みたいなキャラクターでプチコ。それからですね、これ。ライバルキャラクターとして登場した宇佐田ヒカル、通称ラビアンローズというキャラクターで。今これはメガネをかけている。普通の中学生の時、そしてこっちが普段というかちょっと衣装が違いますよね。デジコっていつもなんか喧嘩とかしてるキャラクターで、はい。この間から出てきたブラックゲマゲマ団っていうのがいてですね、これがまた悪どいんですけど、これがその狩猟のピョコラアナローズ3世というキャラクター。すごいかわいい。かわいい。かわいいの、みんなかわいいの。でもデジコもかわいいんだけど、デジコもみんな悪どい。あ、みたい。なるほど。ではそんなデジキャラットのアニメをちょっとご覧いただきたいと思います。どうぞ。可愛いんだ。はい、すごい可愛いですよね。にょ。なんて可愛い。はい、ちょっと恥ずかしかったね。せーの。